これ多分一番いいやつ。これこういう風に作ってるグローブが開くんですよ。いいね、めちゃくちゃ当たる。これはなさそう。確かにもう指当たってます。指ここへえ触れてる。へえ。はい、中山です。はい、光コーチです。はい、じゃあグローブレビューということなんですけども、はい、4段目第4弾、はい、ロマンですんで、はい、いろいろ買いました、はい、で今回はよく皆さんがつけてる、うん、こちらドドン、はい、アディダス、アディダスの、プレデター GL プロですよ。これようやりますね、レビュー、はいはいはい、僕らの中では鉄板的なプレデターシリーズ、プレデターシリーズなんですけど、はい、僕もプレデターのシューズとか昔入ったこともあって、で僕すみませんこだわりがあって試着するのは右手なんですシートがついてますね。そうね、シートがついてます。でこれ多分一番いいやつで高いんですよ。高いんで、で今回なんか前はブツブツだったじゃないですか、はいはい、今回なんかここに並々があるんですよ。こうやってちょっとなんか変わりましたね。これがパンチングのそのいわゆる要素になるゴムなのかな、うんうんうん、かシート剥ぎますね。でトップランクなんでシートがあるんですけど、シート剥ぎやすいですね。剥ぎやすいですね。わあ、すぐ簡単に取れるマジで。でこんな感じなんですけど、このちょうどへこみがありますね。へこみ、ここ手のひらのところ、うん、ちょっとこれこういう風に作ってんのかな。指が短い。おー、圧倒的に短い。これ9号ですよね。でも9号俺10号なのかな。指が短いっす。なんか触ってる感じ、なんでだろう。すっごいなんか違和感ある。でもなんか確かに言ってみよう。いつもの9号の指の余り方じゃない。これ、いや、光さん触ってください。僕の指股をどこにあるか。違います、下なんです。僕もっとここ空間空いてるんです。触ってください。あ、本当だ、めっちゃ空いてる、めっちゃ空いてる。わかります。僕ここに付け根あるんですよ、うんうん、普通多分こっちにないといけないんですけど、指が短いから下に来るんですよ。見て見て見て、中指の付け根ここです。うん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 、ここにこれが来ないといけないんじゃないですか。普通確かに確かに。で短いんですよね。すっげえ短い。なんかでもここら辺は普通なんですよ。指だけがなんか短いのかな。私6号ですよ、はいはいはい、3サイズ上なんで、いつも、はい、いつもだったら指が結構こんな感じで折れる感じになってるんですけど、今奥まで入れたら、はい、こんな感じです。ここもう指当たってます。指ここ、へえ、触れてる。へえ、ここに指入ってます。ここまで、はいはいはい、ここまで入ってます指が。だけん、こんぐらいしか余ってない、はい、こうするとこういかないんですよ。突っ張るんで、当たるんで、あら、もうこれ以上こっちに反らないんですよ。まあそういうふうに狙ってんのかな。あ、こういうふうに前かがみになるようにしてんのかな、うん、付け根が低いんでもうこうすると脱げそうです。ほらグローブが開くんですよ。いや見て、詰まっとうやん、詰まっとうけど、はいはい、こうすると先っちょがね、開いちゃう。合ってない。でも10号なんじゃないですか、うん、10号なのかな。だからちょっとそこら辺のサイズ感をちょっと合わせた方がいいかな、うんうんうん、っていうのも。でもここら辺は普通なの。でもここは開いてるやん、触ってる指股。ちょっと僕はすごい違和感を感じながらやるけど、キャッチングめちゃくちゃできるんじゃないかなっていう感じなんでちょっとキャッチしてます。いきます。今までの GL プロのイメージからちょっと違いすぎる。ちょっと、うわ指やっぱ短いわあー、これしかない。縫い目めちゃくちゃ当たる。まあそれちっちゃいからですよね。ちょっと指の違和感がすごい。グリップ自体はどうなんですか。グリップはいいよ、グリップはいい、めちゃくちゃいい、グリップはいい、グリップはいい、うん、でキャッチング時にこう親指がこう、うんうん、パーム面に当たらない、うんうん、こうこの縫い目で当たってるとキャッチングしてるって感じ。あ、でも
うん、まあ、でも指としてはなんていうの、へこんでるから曲げやすいのは曲げやすい、うん、いやけどちょっとパンチン、あ、ごめんなさい、低い、あ、痛い、あ、痛いですね、パンチンは痛いわ、なんかね、スリップはしにくいと思う、あ、よくあのボールがしてこうキャッチングミスしてこう、あーみたいな、うんうん、これはなさそう、確かに。しかもちょうどさ、ほら見て、曲げるときにほら出てるところの間にちょうど関節が来るから、関節が来るから、ね、こう、え、曲げやすい、これ、ここら、すごい曲げやすいなと思ったけど、じゃあなんで、じゃあやっぱり合ってるじゃん、指の位置合ってるから、やっぱ意図的に短いんだろうね、倒れていくスタイル、こんな感じでやれたね。はい、しゃお、飛ばす、飛ばせていく、しゃ、ちょっとやってみて、じゃあちょっと変わりました、グリップめっちゃいいっすね、グリップいいよ、グリップめちゃくちゃいいと、ベタベタ系ではないかも、でもそう、前はもっとなんかねベタベタしてた気がしたんですけど、ベタベタコーティングついてるからかな、うん、だと思う、うん、それもある、なんで多分洗った方が絶対グリップはいいと思う、うん、グリップは多分ね、もう間違いなくいいから、どのメーカーもグリップはいいよね、うん、手のひら分厚い感じするからクッション性はすごい高いかも、キャッチングした時の衝撃とかは少ないから、衝撃吸収ってことですか、はい、じゃ蹴りますね、いやこれがさ、手で投げてる時と蹴った時の衝撃が違うわけよね、まあ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 、まあ、強いです、ぼちぼち来ますね。ぼちぼち来るんじゃん。パンチングしましょうか、パンチング。あ、痛いやろ。痛いよね。痛いよね。だけどパンチングの、その要はつるっていくのを防ぐ役割にはなってるけど、めちゃくちゃそれは衝撃吸収ではない。それはない。両手で持ったパンチ。だこのボールで痛いんだから、やっぱ痛いよこれは。でも手首とか動かしやすいし、やっぱ軽いし、後ろ硬い素材になってて上になんかゴムがついてるから、はい、単純に痛いんだと思う、はあはあ、うん、なるほどね、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、アディダスのプレデター GL プロ、はい、ということなんですけども、グリップはいいです、グリップめっちゃいいです、グリップはいいです、うん、ただ気になったのは指です、こういう最初からなんか短い設計になるかちょっと分かりませんが、うん、あ、僕は9号です、他の今、違うブランドで使ったけどサイズはやっぱ9号です、だけどこれ9号ですけど合いません、長さ合わないから、本当に合わない、指の長さが合わない、うん、ただ手をはめた時のフィッティングとかそういうのはすごい気持ちいい、うんうん、入れやすいですよね、入れやすい、フィットタイプのものにしては、うん、でパンチングなんですけどちょっと痛いわ痛いわ、ゴムのガサガサガサってなってるのは本当にスリップ防止としてはいいと思います、メーカーによってはそのサイズはちょっと違うので、スポーツ店でちゃんと試着して店員さんと話しながら買ったがいいかも、ね、うん、と思いました、ひかりさんなんかつけてみて、入れやすさは抜群だなって思いました、こういうなんかストラップレスタイプのやつって入れにくいイメージだったんですけど、手首のところすごい長いので引っ張りやすいから、うん、こうつけるときにもこうグッて引っ張りやすかったかなっていうのは思うので、着脱はしやすいグローブだった、着脱の件ですいません言い忘れてました、僕あの縫い目が外側にあるのがいいです、あーそうですね、そうですね、だからよく引っ張って破けたりとかしないです、これ真ん中何も縫い目ないんで引っ張りやすいです、うん、だけどこのなんていうの、ここの縫い目が真ん中に来てるとガッて引っ張って破ける可能性って結構あるじゃないですか、結局真ん中引っ張るんでみんな、うん、そういう意味ではこ外側に引っ張るところがあるのはめちゃくちゃいい、破損の恐れっていうのはなんか減るのかなと思ったんで、うん、あ、これいうのは考えてるな、いい作りです、うん、いい作りやなと思いましたね、うん、なのでぜひ検討の方はね、はい、ぜひ参考にしてもらえたらなというふうに思います、はい、はい、では最後にチャンネル登録といいねお願いします、お願いします。We'll be right back.
ー